それでは、お時間になりましたので、パネリストの皆様、壇上にお上がりください。これより、後半のセッションでありますパネルディスカッションに移らせていただきたいと思います。その後お時間が許す限り、フロアの皆様との質疑応答ができればと思っております。パネルディスカッションにおけるパネリストは本日ご講演いただきました4名の皆様方となります。またモデレーターは本学大学院経済学研究科教授であり、公共政策大学院副院長で、当ユニットのユニット長でもいらっしゃいます大橋博史教授となります。それでは大橋先生、よろしくお願いいたします。はい、それでは第2部の方始めさせていただきたいと思います。パネラーの方改めてご紹介させていただきます。観光庁長官の田畑さんで、JNTO 理事長であられる、清野さん、株式会社ランドリーム代表取締役原田さん、すいません長いですねこれ、すいません、バリジョショア、あとちょっと待ってください、これはアゼリーグループ社会福祉法人、アクセルジブルジャパン主催の、バリジョア・グリッツデール様、すいません申し遅れましたが、私は公共政策大学院で、あと今回セミナーの ITPU のユニット長をしております大橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はセミナーのタイトルが観光の再構築、あるいは長官もご質問されてましたけど、新観光ということで、ご紹介もありましたけど、訪日観光客の数も3000万台突破して、消費額も4兆5000億ということで、新しい次元に至ったんじゃないかということで、4人 のパネリストの方々から、最初20分って大変短い間だったんですけれど、現在の問題意識等を含めてご講演いただいたところです。で、改めて20分短かったもんですから、ここでですね、一度こう観光についておそらくこう新しい次元を迎えてんじゃないかと思うんですけれど、どういうふうに変わろうとしてるんだろうかということについて、こう改めてこうワンポイントでご主張なんかいただけるといいかなと思いますんで、言い残したことも含めてぜひいただければと思います。ちょっとじゃあ講演順でよろしければ、最初田畑さんの方からいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど、20分で最近の流れとかお話を申し上げました。で、今さっき安倍総理の施政方針演説でもの点もご紹介いたしましたけど、リピーターなり、あるいは、滞在を増やされる方々が本当多くなってきて、もう3119という3000万超えるこういう時代になってきているので、1回目の方は何て言いましょうか、東名大の、いわゆるゴールデンルートというところをまず行かれますけど、これはデータ的にも、回数重ねるといろんな各地域を訪れられると、こういう傾向がありまして、今私も先ほど申し上げた安倍総理の施政方針演説、昨日、各都道府県の観光の主幹部長会議というのを、我が役所でやっていまして、わざわざこれちょっと読んで皆さんにお願いをしました。特に地方部においていろいろな素材がたくさんある中で、それを日本の方々と本当普段のその地区においていい素材のところをそれぞれの各住んでおられる方々とのコミュニケーションでもって接して体験をして、それで日本の生活というものを感じてということがすごく後で聞きますと非常に評判がいいということなので、地方創生というものの本当切り札なんだと
こういうことをちょっとお話を申し上げているところであります。ですので私どもとしましては、本当にその各地域での素材というものを、何て言いましょうか、これ当たり前だということですっと普通に流されちゃうこと多いんですけれど、そこを皆さん地域で住んでおられる方々が何て言いましょうか、みんなで地域人材がこう集まって今進めているDMO の活動というところにそういうものを持ってきていただいて、それをむしろどんどん作り上げていってほしいと、中身の充実というのが一番大事かなとこう思っているところであります。でもう一点はいろいろラグジュアリーないわゆる富裕層といわれる方、あるいはお金をこうちゃんと消費していいものにはちゃんと使おうという方々がたくさんいらっしゃるところについての、もうそういうものはちょっとターゲットをちゃんと定めた上で、我々としてしっかりと取り組んでいく必要があるということで、そういうようなところを今我々としては取り組んでいこうということで考えています。どうもありがとうございます。続いて生徒さんの方からお願いできますでしょうか。すみません、2つです。1つはその、観光が大きく変わりつつあると考えるのはどんな点がというご質問なんですが、これは私あくまで私個人の感覚ですけど、実はいわゆる観光ツーリズムというのはですね、これだけ脚光を浴びたって本当この数年だと思うんですよ。もって言いますと、私前の仕事 JR 東で仕事、鉄道の仕事をしてたんですけど、当時昔から今から15年ぐらい前以上前はですね、観光というと国内でですよ、物見遊山あるいは団体旅行でなんか酒飲みに行くとかですね、どっか名所旧跡回ってお花なんか見てっていう感じが、その日本のイメージとしては観光というとそういう感じ。それがこの今からそうですね、その国内においてもその観光っていうものはやっぱりその十何年前に日本にやったり、その観光全体を取りまとめる日本の組織として、民間の組織として日本観光振興協会、これが今から15年前ぐらいだと思うんですね。でその頃からやっぱり観光っていうものが、観光って言葉がそのサイトスイングなのかツーリズムなのかいろいろありますけれども、一言で言えば観光っていうのは日本においてもやっぱりその大きな産業なんだっていう認識がされだしたというのが10年か15年前なんです。でそのうちあれあれよという前にその安倍政権になってからですけれども、これは嬉しい悲鳴ですが、そこにこのインバウンドですね、それまではなんかその日本とは言葉悪いけど鎖国って言ってもいいのかもしれませんけど、さっきの長官の指示などにも出てました、今から6年前ぐらいでは800万人と600万人としかいなかったです。それが大津波のあった2011年の翌年2012年から国が観光、地方振興の意味も含めて観光だってことに力入れると、インバウンドをもっと入れようという話になって、日本の良さもバックにあって伸びてきたんだと思うんですね。だからそういった意味では、我々が想定した日本人が想定した以上にもう周りが変わってきちゃったと、多分我々が日本人全体がですね、ものすごく先進でやっていくところはあるのかもしれませんけど、なんとか観光で生きてきたり、あるいはその地方をもっと活性化したいんだけども、どうやっていいのか分からないとか、なんかそういうところと、それからもう事実上もういやもなし最先端に踊り出ちゃったところと、それは日本の中に今混在をしてて、そこをこれから地方のアンバランスってことにもつながるんですけど、それどのように平準化とかしですけど、潤ってないところ、観光客がもっともっと来てほしいってところをどのように魅力、インバウンドの人を魅力あるもの、地方にそれぞれ魅力あると思うんですよね。だからあるものをどうやってその PR してもらうか、とかかり作ってもらうかってことがこれから非常に大きな話だと思います。二つ目って今さっき言いたいなかったっていうんですけど、実は私どもも今自分で言ったのはあれですけど、大体いわゆる FIT 個人旅行が外国人でもどんどん増えてきてます。それで今特に1年ぐらい前からですね、我々自身英語で言うと我々 JN っていうトラディション、伝統ですね、それからクイジーン、料理です、それからシティ、東京とかそういう大都市、それからネイチャー、それからアート、リラクゼーション、アウトドア、この7つに大きなターゲットを絞って、それごとにいろんな国ごとに訴えていくとか、
いわゆる目的、先ほど皆さんのストーリーとおっしゃってましたけど、その個人個人のストーリー、あるいはカスタマイズとありましたけども、そういったのに合わせながら商品を作っていこうと思ってまして、この7つを大きなターゲットにしながら、我々 JNTO としては観光庁と一緒になってですね、やっていこうと考えています。ぜひそれを我々考えた以上にですね、日本は非常に自然というのは里山がたくさんあるわけですけど、実は我々も知らない、残念ながら恥ずかしながら知らない、そのアウトドアでラフティングだけじゃなくて、例えばスキューバダイビング、スキューダイビングとかですね、あるいはその、アートもたくさんありますし、そういったものを我々自身もっと地方と相談しながら見つけながら前に進めていきたいなと思っています。以上です。ありがとうございます。それでは次、原田さんお願いしてよろしいですか。はい、3つほどあります、うん、まあ、ほど言ったら10個ぐらい出てきちゃうんですけどちょっとなんとかね、パネルディスカッション盛り上げたいなっていうのを個人的に思ってるんで、はいはい、ちょっとチャレンジ的なことを言ってしまうかもしれないですけど、手柔らかに一つですね、ちょっと思うんですが、まあ、今本当に千利次長とか長官から話し合ったように、まあ、そのこう観光便数が急激に今伸びているんです。で、20年前にですね、まあ、自分の幼少期を思い出すと、日本といえば電気製品、車っていう時代でしたけれども、今日本といえば観光っていうのは多分言葉としては出てくるんじゃない、来る時代ではないかなというふうに思っています。で、それに対してですね、私個人的に思っているのは、日本人自身が、私たちがその準備ができているでしょうかっていうところですね。私たちの生活に、まあ、観光を受け入れることによって、もちろんメリットする部分もたくさんありつつも、実際迷惑される部分もたくさんあると。で、それに対してですね、日本人、要するに私たちが本当に心底までインバウンド観光は望んでいるんでしょうかっていうのは、本当にこう自問自答するべきタイミングだと思います。まあ、先日東京都 の今後の在り方の議論の中でもありましたけれども、で、私たちがの都合いいところを消費額欲しいから、産業としては作っていきたいから、観光インバウンドって言いながらも、実際電車の中でたくさん外国の方が荷物持ってこられて困る、マナーが悪いっていう声も一方たくさんあります。まあ、商店街としてはこう迷惑していると、まあ、その反対している方もたくさんいる。だから、そういった意味ではタイミング的には、皆さんがメリットだけいただくんじゃなくてですね、そのダイバーシティという言葉は近年多分増えてきていると思うんですけれども、日本はまさにこう今ある意味で空前の鎖国状態からですね、ダイバーシティを受け入れていくタイミングになってくるんじゃないかなというのが1点目ですね。2点目、やっぱりインバウンドに対しては、まあ、産業として気づいたのはコロコロなんですけれども、まあ、先ほどね、タイに負けてるという話ありましたけれども、タイは最初から観光立国っていうのはもう国策としては、国策としてはもう何十年前から始まっています。だから、そういった意味で遅れてるのは当然なんです。だから、国として、まあ、本当に最近安倍さんとか菅官房長官もですね、発言の中にはインバウンド観光という言葉は出てくるように、本当にこの数年なので、国策としてはですね、観光をやっていかなきゃいけない。それを、そしてちゃんと儲かるビジネスにしなきゃいけない。実はですね、インバウンド業界でも儲からないという話は今すごく広がっている。私周辺でもインバウンド、まあ、結構うなずいてる方は何人かもいらっしゃったんですけど、インバウンドやっても儲からない。だから、儲かるビジネスしていかないとこの産業は巨大化にならないっていうところは2点目かなと。で、3点目なんですけども、ここはですね、大体皆さんから質問一番多いのは、どうしたらインバウンド盛り上げれるというか、取り組むことができるんですかっていう質問なんですけど、実際自分たちの行動を置き換えてみれば正解がそこにあるんですよね。清野さんの前でこれ申し上げるべきかどうか分かりませんが、あえて言いますが、私たちがハワイ行くのに、ハワイの観光局のページ見たことある方いらっしゃいますか？だから、そういった意味ではですね、どこの国行っても、実は観光庁観光局のページ見たことないっていうのは正直なところなんですよね。
世の中の一般的なサービスを使い、今国にあるものはだからあの GNT のページいらないというふうには申し上げてなくて、まあ、私はこの間長官にも話したんですけど、もしあえてこれを国策、あの国策として出すんであれば、 GNT の日本観光局のページが日本一コンテンツが豊富で、ここでしか入手できないコンテンツがたくさんあるというポジショニングはしてしまえば、あのちゃんと見ていただけます。だからそうなんですが、ただこう一あの観光局のページとしてあの存在するとしたら、そもそもの旅行者のビヘイビアとして、あの割とね、その見ようとしている方が ほぼいないので、それをこうあえて変えていくっていうのも、これは戦略じゃないかなっていうふうには思っています。でプラスですね、本当に、まあ、これはね、あのこの先ほどポスターの話あったと思うんですけど、なんかね、あの地方とか観光行くとすぐスタンプなりを出てきますよね。皆さん海外行ってスタンプなりってやったことありますという質問をしてみれば分かるんですよね。だからそういった意味では、まあ、私も娘もスタンプなりが大好きなんですけど、これなんだろうね、日本のなんかの文化わからないですけど、ぜひあの教えていただきたいんですけど、なんかやりたくないっていう気持ちがすごく分かる。それは日本に住んで20年ようやく分かる。なんで正月にどうしてもマラソンっていうか、あの駅伝が見てしまうっていうのは、つい最近まで分からなかったんですよ。文化ですね。なんですが、海外の方からするとスタンプなりとか、私もこの間もどっかの有名な観光地行ったら、パンフレットたくさん置いてあるんですけど、消えてるのは日本語だけなんですよね。どうしても活字紙大好きな国なんですけど、でも海外の方を向け入れた時に本当にこれが正解なのかというところで置き換えてみると、まあいろいろ見えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。後ほど振り返ってみたいと思いますけど、はい、あの次にあの、グリスデールさん、あのお願いしてもよろしいですか。はい、まあ、やっぱり私にとってあの、まあ、ダイバーシティが一番気づいているかなと思います。まあ、日本には結構高齢社会とかよく言ってますけど、でも日本だけじゃないと、最近気づいてて、まあ、誰でも分かれると思うんですけど、ベイビーブーマーとか世界中どこにもいますの で実は、イギリスには、2009年から2013年の間に、そのベイビーブーマーの、食べの数が 19% 伸びて、あとはその消費額が 33% 伸びました。やっぱりあの、まあ、私はとリピーターですけど、日本の観光のリピーターですけど、初めて聞いた時にやっぱり若い人ばかりでしたけど、最近見かけているのは、なんか杖も使っている高齢者も結構増えてます。でそれだけじゃなくて、まあ、あの例えばマレーシアとかインドネシアからあの来日している方も増えてて、それであのそのダイバーシティについて、あのハラールとかあのそういうニーズもあの日本がちょっと対応あのようになってきましたと私が感じています。うん、ありがとうございました。あの実はご講演も含めていろいろたくさんキーワードをいただいてたと思います。あの例えばですけど、あのこのディスカッションではなかったですけど、例えば個が重要になってくるんじゃないか、まあ、そういうものをこう技術、まあ、AI も含めてですけど、技術なり、あるいは音声技術の話もありましたけど、そういうものが置き換えてくれるんじゃないか、あるいはこう付加価値に見合った価格付けって何なんだろうかとか、いろんなこう問いかけがおそらくあったんだと思います。でその中であの今のディスカッションの中で、あの特に観光が このレベルまで来ると産業として見なした方がいいんじゃないかというふうなあのご指摘があったんだと思います。あの原田さんのお話だと、まあ従来日本は家電製品とか物をとりあえずこういろいろ売ってましたと。で今回サービスって話になると、実は海外が我々の暮らしの中に入ってくるということになります。海外の方々ね。でそれはあの田畑さんオーバーツーリズムっていう言葉で表現していただきましたけれど、まあそうしたものをこう乗り越えながら、まあどうやってその観光を今後こうあのこれも田畑さんの言葉、持続可能な観光づくりって何なんだっていうふうな問いかけあったんだと思いますけれども、あのそうしたあのご指摘もあったのかなと思います。あのちょうどですね、あの今日いい場であの官というか国側の政策を担っているあるいは執行されている方と、あと民間の方いるので、ちょっとこうお互いにあのやり取りもやっていただけたらいいかなというふうに思ってるんですけれど、
例えば田畑さんから見てですね、その今後こうこれはインバウンドもアウトバウンドも含めて両方施策としてご覧になっていると思いますけれども、民間事業者に対してちょっとここが足りないんじゃないかとか、もう少しこうしてほしいとかっていう、ちょっと原田さんから言われっぱなしなんでちょっと言い返すようなこともあればぜひ言っていただければと思いますけど。はい、ですね、原さんからあった2点目 の、 これ結局持続可能というものも含めてですね、やはりビジネス産業界はやっぱり儲かるビジネスといいましょうか、ちゃんとそうでないと長続きがしないという点が私ちょっと大事かなと思います。で、観光産業というところの、そういう意味では従来よく言われている分野での観光産業というところにおいてですね、それが今後これだけの観光先進国を目指した観光の政策を国のこういう重要な位置づけをし、まあそれを主にこう担っていく観光産業界というのがちゃんと利益がきちっと出て、処遇もですねちゃんとお支払いができて、逆に人材が集まってというふうに私はやっていくべきタイミングに来たのかなと思います。まあ、実はよく言われます、その旅館業においても生産性が低いというようなところ、あと、まあ、労働条件なども非常に厳しいということ、これ旅行産業界も全く同じでありまして、それでなかなか利益が出ない、まあ、特に例えば着地型の地元でのいろいろな旅行商品というものもやろうと思っても利益がなかなか出ないし儲からないって、こんなような形になっているとすると、ここをやはり変えていかない限り、それを担っていく人たちがちゃんと、普通のビジネス、儲かるビジネスというふうになっていかなくちゃいけないということ。ということは、そこでやっぱりお支払いしていただく対価というものをしっかりとクオリティをちゃんと高めたものを作って、しっかりとそれに見合うお金を払っていただくということが本当に大事だとこう思います。ということで私は今各地域いろいろ伺っていくケースがありますけれど、必ずそういう話をさせていただいているので、ちょっとこれは産業政策として我々の仕事でもあるんですけど、民間産業界の方々もそれをぜひ目指してやっていくということで一緒にやっていただきたいなと思っています。星野さんの声よろしくお願いします。どちらかというと原田さんの質問に対する答えなのかもしれませんけど、当然全ては私自身の試験ですけども、日本人覚悟があるのかという話があります。一番最初マイナスの話もあるし、迷惑な話もあるし、でおっしゃる通り、だから今それが出てきてるんだと思うんですよね。でただこれはそれこ そ、 日本全体上げて、まあ綺麗事になるかもしれないけども、これを乗り越えなければやっぱり日本は沈没していくと。それは自動車産業が一生懸命頑張ってくれる、その他の産業も頑張ってくれると思いますけども、ただやっぱり先ほどから言ったようにやっぱりその8兆円15兆円という目標値もありますけれども、これをカバーしないことには日本は所詮人も減ってくるし、その中でどうやって生き残っていくのかというと、やっぱりこれだけ観光っていうか里山が綺麗だとか、さっき原田さんがおっしゃってたが、その今の生きてる姿、生の姿を見たいんだって話あったと思うんですけど、そういったのを見せていく、そのためにやっぱり若干というかな、我々人というか、若干迷惑だなと思うことがあっても耐えなきゃいけないことがあるかもしれないと思います。でもう一つ、それに対して今度そのインバウンドは儲かるのかって話がありましたけれども、やっぱコストはね、コストというのはその来た方にはもちろん払っていただかなきゃいけないし、逆に言えば日本でもその例えば日本もですね、これはちょっと長官のいる前であれかもしれません、なんか全てが 安ければいいんだっていうのは日本の今までの風潮なわけですよね。全て例えばバス代でも大きな事故が起きると、やれバスを観光バスを何とかしなきゃいかんって、ちゃんと金払えって話になるけど、しかしまた移動で動き出すと、また安ければいいっていう、安ければいいっていうのは安い方がいいんだって感じで事故が起きる、まあ、鉄道もそういうことあるかもしれません。そういったのはそれやっぱりコストは、必要なコストはちゃんとその日本人はもちろんだけれども、外国から来る人も払っていただくということは、これちゃんとやっていかないとそれこそ観光で沈没することになるかもしれませんね。だからこれはそれこそ政策、まあ
政策上げてっていうか日本上げてやんなきゃいけないんじゃないかと思います。これ3つ目、これ一番厳しい質問でしたけど、日本政府韓国いらねえんじゃないかと話だと思うんですけど、まあ、まあいらないと極端な話です。ただね、ただ私どもですね、確かハワイを見たことない、見たことあるかも。でも今我々の仲間では仲間って人、ハワイのどこかの国の観光局っていうのは見ないかもしれないけども、ただどこに行くんだっていう、例えばじゃあまあまあのなんだ、まあハワイ島だ、ハワイ島とかしたい、そこにじゃあ自分はこんなのがあるんだけど思ってくる、そこにいろんな情報、デジタル情報が入ってくると。でそれと同じこと今我々は、例えばあの東京にいる我々がいくら頑張ってあのあれやれこれやれって言ったって、所詮やっぱり一番今大事なのはそれぞれさっき言った21カ国にいる現地にいる人たちが現地の生の声を聞きながらで、プロモーションもその、あのデジタルでやったわけです。だからデジタルでやって、あこの例えば20から40代の層に対してやってみたら、この層はこのプロモーションのことはあんまり 興味ないようだったからデータが出てきますから、じゃあもう少しその別な里山のやつを持ってやってみる、そういうような試行錯誤を繰り返しながらやっていくと思うんですよね。だから、まあ、そういうことが必要。それからデータが集まってないじゃないかと話がありました。今、我々が全部データを集められるように一生懸命努力しています。まだ今すぐはできてませんけど、いずれ有料でデータを地方自治体の方にも買っていただこうかなと思うぐらいデータを集めていこうと思ってますんで、これはあの、まあ、有料か無料かは別として、やっぱりその、ある特定の分野についてはある特定の自治体は詳しいかもしれないけれども、でも相場の時に全部カバーしながら何かあったらそこにデータあるはずだと、で実際あると、でそれをデジタルデータをどのように活用するか、どのようにその、なんていうんですかね、引用していくかってこと、これについてはこれは我々の仕事だし、今からそんな遠くない時期に原田さんがちゃんと JNT をやったねというふうに言っていただけるようにしたいなと思っています。ありがとうございます。あの原田さんね、いろいろご意見を伺ったんですけど、その民間事業者の目線でいろいろお話しいただいたところがあると。で他方でそのやはりその何て言うかな、あの観光客ってある一つのものにを見に行くわけじゃなくて、やっぱりこうそこに行くっていうと面的な、まあ、インフラ的なものも含めて、やはりそのあのその土地の人もいるし、あるいは行政も、あるいは地方自治体、国それぞれこう関わってくると思うんですね。そうするとこの観光ってうまく持続可能な方向に進めていくためには、民間事業者と、まあ、自治体とあと国がこうウィンウィンの関係をどうやって作れるのかということも一つ重要な視点じゃないかと思うんですけれど、なんかそういうふうなこう視点で、あの何か国に対してこういうふうにしたらこう民間事業とね、こ うまい連携が作れますみたいなアイデアあれば。いや大橋さん、こんなこと振っちゃったら大変ですよ言いたいことたくさんあります。まずですね、あの国にお願いしたいのは、その2年間1回役人が変えるのはやめてたらどうですかっていう観光産業をやっぱり経験はっていうか、要するに理解、この土地の理解をちゃんとしてですね、ちゃんと民間のリレーションを作って、ようやく官民連携できた頃を大体担当交代ですよね。そこからまたゼロから始まりますっていうのが、まあ私見てですね、これは一番正直問題です。あのやはりその官民連携を取るのであれば、まあそれこそ長期的なあのパートナーシップっていうのは非常に重要で、であとまあもしじゃあパートナーシップがそのどうしてもその国の仕組みをできないんであれば、ちゃんと引き継ぎの何か重要な、まあ、なんていう観光に関してですね、特別な引き継ぎなこうスキームとしては必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やはり本当にいや事例が来ました、来週移動になりますって言って新しい来た方がまず1年間何もできないわけですよね。で2年前半ぐらいちょっとやろうとしたらもうあと半年で移動なんですっていうのが今の現状なんですよね。だからそれはあの、まあ、一つ目と、あとまあ言いたい放題になりますと、例えばそのやっぱり観光庁と GNTO さんの先ほど住み分けがあのパワーポイントとしてはありますけれども、正直抜け落ちてるのがいっぱいあるんですよね。まあ、移民関数からすると観光庁が、まあ、先ほど先日戦略の話だと観光庁は戦略が作るべきで、じゃあ先日はあの GNTO さんが考えていただくというあの中でですね、戦術なのか戦略なのかというか、要するに戦術の部分の中でももうちょっとハイレベルのものもやっぱあるんですよ。これは方針をどっちから出すんだっていうところでやっぱりありますし、
あとやっぱりあの動きがですね、まあ、実際これ、まあ、清野さんの前任の方ですね、あのお話をしたのが3年前で覚えてるんですけど、その時シンガポール観光局だったのかな、3年前か4年前なんですけど、その時にすでにデジタルマーケティングの体制50人いるんです。3年前当時日本の GNT を0名です、ですね。でようやくデジタルマーケティングっていうのができたの多分1年半か2年前ぐらいですかね。今ちょっと人数は存じてませんけど、あの多分50人は満たしていないと思います。そうですよね、もう5人いらっしゃればいい方なんじゃないかなと。その5人の日本全体と50人のあのシンガポールの小ささっていう考えると、とてもじゃないけど勝てませんっていうところは、まあ、あの2つとしてはやっぱり先ほどプレゼンの中でもあるんですけど、今から私たちがデジタルマーケティングソーシャル一生懸命追っかけても間に合わない、あの追いついた時点で次のトレンドも始まっちゃってるんですね。だからそういった意味では一歩先に取りに行かなければいけないとなると、今の体制、今 の、 あの観光業界に正直そういう人材いらっしゃらないです。あの先ほどの年齢の問題も含めて。なので今日ねお招きいただいた東京大学の公共政策大学院からぜひねいろいろたくさんの人材をあの輩出いただきたいと。そうです、即戦力として、まあ、なぜかというとそれこそあの世界の平均年齢にちょっと匹敵するような方々がやっぱりこれから輩出していくわけなので、ぜひ活用していただく必要はあるんじゃないかなというふうに思いますね。だからそういった意味では GNTO さんの立場としては非常に難しいというのはもう私も何年もお付き合いさせていただいているので重々わかるんです。あのやっぱり海外でもですね、あの DMO という言葉がね、あの今すごい皆さんご存知だから、ディスティネーションマーケティングオーガナイゼーションなんですけど、地方それぞれあるんですが、 GNTO は日本最大の DMO なんですよね。ある、じゃあ全世界の DMO を今何やっているのかというと、マーケティングというよりもコンテンツ磨きの方に今だんだん皆さんシフトしているんですよ。だからそのシフトが観光庁と GNTO さんの中ではちゃんとできてますかっていうのは、まあ、一つ私としては、まあ、あの疑問としては残っています。すいません、あの言いたい放題ですけど、あれまだ言い足りないかもしれませんけど、まあありがとうございます。あの考えていただいてありがとうございます。あの最後のグリスデルさん、あの今までずっとこうあのお話聞いて、であのグリスデルさんの方もあの情報提供の話とか、あるいはこうインフラの在り方っていうのをご講演の中でのご自身の取り組みを含めて言っていただいたんですけど、これをこうもう少しこうシステム的に、あるいは面的に多分取り組む必要ってあるんじゃないかとも思うんですが、何かそれも含めてあのなんか訴えることあればぜひ言っていただければと思いますけれど。そうですね、あの、まあ、バリアフリーとか話すなると結構みんなが心をつかもうとするってなんかかわいそうだからとか、そういうなんかインスパレーション的な話をなりますけど、まあ、もっと私がいつも考えているのは財布ですね、お財布で、それであのちょっとみんなのお財布にアピールすればみんなもっと、まあ、心よりも動くだと思っていますので、まあ、行政の方でも例えばそういうデータの中でどのぐらいの高齢者が増えているとか、あの観光客でそういうデータあったと思いますけど、でもまあ障害者とかそういうデータは多分なんか空港でどのぐらい車椅子が必要とかで出ると思いますけど、やっぱりちょっと行政と一緒に動かないと、まあ壊れるのが結構時間がかかるかなと思います。それで例えばあのまあ、ちょっとバリアフリーの法律とかそういう考えたりして、そして当事者の意見とかをあの大事にしなきゃいけないなと思います。結構まあ、みんながちょっと多分自分の似ているものを見るとあの自信がつくと思いますけど、多分ちょっと PR とかには、障害者あまり出ないとかあるので、あの障害者が出ないから私いけないと思う人もいますけど、でもそういう人が見たらあ、いけると思うようになるので、まあ、そういう、まあ、国としての PR をやっているところとか、まあ、あのあみんなもできたらいいと思いますし、でもそういうやっぱり一緒にやってとか当事者の意見をよく聞いていただきたいなと思います。ありがとうございます。あの最後のラウンドでですね、あのちょっと今浜田さんからちょろっとあったんですけど、今回あのこうした貴重な場をあの大学で
実は開催させていただいて、まあ、公共政策の主催で開催させていただいたんですけれど、こうしたこう観光の現在のまあ変化を踏まえてみたときに、もし何かしら、まあ、ないってご返事でも構わないんですけど、何かしらですよ、学の方がもし貢献できるような言葉あるとすれば、それはどんなことだろうかということをもし終わりだったらお聞かせいただきたいなと。原田さんはもう少しあれば言っていただくという感じでいいんですけど学の方ですか。これはですね、これ個人的に思うのは、やっぱり日本これアジアと欧米の随分ファンキーな音楽ですよねアジアとなんかこう欧米の文化の違いなのかなっていう感じがやっぱりあって、その欧米 その研究とか勉強っていうのはもうちょっとこう広い枠、まあゴール与えてですね、あとはどういうアプローチ方法は割と自由に考えていると。でこれはある私アメリカの出張の時に同僚の子どもの宿題見てそう思ったんですね。で宿題は1プラス2イコール3イコールいくつっていう問題ではなくて、12位になるために何パターンありますかっていう宿題なんですね。だからそういった意味では私学に対してに関して、この環境もそうなんですけど、やっぱりゴールだけを与えてアプローチ自由に発想させる環境が、まあ、一つ大事なんじゃないかなというところと、あとやっぱり結構ね、長官とも話したんですけど、まあ、以前菅官房長官にもそれ言っちゃったことあって、今の観光庁で一番問題なのはみんな観光してなくて霞が関ばっかりいるということは問題だっていうね言ったことがありました。だからそういった意味で鋭意に書いた餅は役に立ちませんと、はい、なので、まあ、学としてはそういった何ていう補助金的な部分で学生たちがもっと外を出る環境をちゃんと触れる仕組みが必要なんじゃないかな。私前勤めたトリップアドバイザーは年間会社から1000ドルの補助があるんですよ、旅行をするためにっていうのが仕組みとして、はい、もしこういうのがあればぜひご検討いただきたいと思います。 ありがとうございます。じゃあ田畑さんお願いします。最後のちょっと学に求めるものっていうとこというとこストレートじゃないんですけど、原さんからせっかく厳しいご意見をいただいているので1にお答えできるところ、まずは今の2点目に言われた実体験ないと観光のこの仕事っていうのはニーズにマッチしてなんて言ってるけど、本当にデスクの上だけいたら意味がないので、まあ、実は私観光のこの今のポストに就いた時の初めての町議で、まあ、幸いにもいろいろ出張でいろいろ海外あるいは国内行けれるメンバー、それは恵まれてて私なんかもそうなんですけど、そのメンバーはしっかりとそういう時は特にやって、みんなにどうであったかってしてもらうということとともに、自らがやはり旅というところを仕事にする役所に入っているのあれば、それをやはり自らどんな機会でもあっても、日帰りであってもあるいは、近場であっても、まあ、車で行ったら関東圏は行けるから、そういうことでとにかく外に出て実際で自分で旅のそういう経験をしようということ、これをまず指示をしてるんです。それとあと働き方改革がってますから、有給休暇っていうのは取れば当然いいわけで、海外のように完全消化をすべきなんですが、まだ日本は 50% というところ、2022目標で 70% と言ってますけど、それも実践しないとダメなので、そういうことを取った上で海外旅行あるいは国内旅行をしっかりしてやることっていうことを発破かけてるんです。それで一度国内海外旅行を含めてうちの町内の人間アンケート調査を取ったこともあります。どこまで行ってますかって言ったら、なんか私の想像よりは意外に旅行には行ってたところがありまして、これジャタさんの、調査なんかともちょっと比較してて、まあ平均以上にはどうも旅には行ってるようです。でいずれにしろそれは全く私同感でありますの でまた特に海外旅行、我々が海外行った時にどういうような、感動と
あるいは困ったことがあるとか、どうせ旅にはトラブルがつきものですから、その時にどんな対応を自分がしたか、あるいはその国の人にこうしてもらったというような体験、これが非常に重要なので、特に海外旅行はしっかりと言ってくれと、こういう話をしています。まあ、私自分のこと言うと、もう旅が私の趣味は何て書いてあったかな、自分の特に旅行とゴルフと酒って書いてありまして、酒って書くのも珍しいなって言われてるんですけど、で海外旅行は私いつも言うのでまた言っちゃいますけど、もうとにかく好きでもう行きまくってました。鉄道の事情まで年末年始12日間ぐらい休んで、素晴らしい上司と素晴らしい部下がいますから、お願いって言って行ってました。それで、まあ、よく言うんですけど、私もみんなが行ってないとこイースター島まで行っちゃいましたというところとか、カンクンに行って1週間いましたとか、ね、年末にドバイに行って夏もあったかいし行きましたとか、まあ、そんなようなことを言って、まあ、その経験というのがやはり今このインバウンド政策やるというときにも非常に私は自分なりに極めて実体験として参考になっていると思ってます。ですので2点目はまさにおっしゃる通りでありますので、また次官房長官になったらまた言っといてください。働き方改革も必要だということも合わせて、いや冗談です冗談、いや言わなくていいです。ちなみに自分で手配されてるんですか？自分で手配です。私もう旅行業界の人申し訳ないですね、私はもう十何年前から OTA です、オンライントラベルです。ホテルズコムとか、はい、チケット今自分で、すいません勝手にやって今、すいません、はい、キャンセルポリシーはちゃんと見て、引っかからないようにやっていますということで自分でやっています。ただ今旅行業界の方に私は言ってるのは、まだ日本人の方々トランジットとか英語がやっぱり苦手だというのはどうしても多いので、すごく困るので、いろんなデスティネーション直行便が大好きですけど、こんなに直行便が大好きな国って珍しくて、普通トランジットでも料金がある程度安めになれば休みも取れますから、そういうルートでいっぱい行ってるので、そういうようなところで新たなデスティネーション開発をしてもらうといいなと思う。でそこでやっぱりちょっと不安だなと思うときに旅行会社が関わると、トランジットとかそういうところももう手間なく手配できるって今強みなので、少なくともまずそういうようなことをやってもらいたいななんてことを私は今よく言っています。続けていいですか？もう一点人事ローテーションが2年ごとっていうけしからんって話があります。私もちょっと人事課長とか官房長もやってて2年がルールですまずですね。ただ今話し合った2年で変わって、初め1年なんかよく勉強で分からなく、2年目は何かやろうかと思ったらあと半年になりました。こんな役人ダメです。もういきなり3日目からもうとにかく全部分かったようにまず3日で勉強する。課長は3日とか、鈴木さんそういうこと言ってましたよね。何でしたっけ？課長は3日でしたっけ？補佐が1週間でしたっけ？なんか言ってましたよね。すぐ覚えろと。とにかくそのぐらい気が入らなかったらダメなんで、まずそれをやらせるということをするというのと、あとプロパー化って大事なので、観光庁もどちらかっていうと観光の仕事をずっとしている観光庁のプロパー職員って優秀な方がたくさんいますが、比率がだんだん減ってきちゃってるので、今中途の採用でどんどん入れて、この方々はずっと観光にいます。でここがやっぱり核となって、で、まあ、申し訳ありません、ちょっと総合職ちょこちょこ2年ごとに変わっちゃうんですけど、むしろそういう人間を突き上げてしっかりやっていくっていうぐらいのことが必要かなと。あと JNTO は当然長くいる方がプロフェッショナルの組織なんで、ここがしっかりやるということで JNTO が観光庁を突き上げると、新しく来た課長がなんか全然分からなかったら突き上げると、こういう感じの緊張感を持ってやるっていうのが大事かなと思っています。今の最後の部分ですけど、非常にありがたいお言葉で、これから、うちの若い人間をとにかく観光庁に行って突き上げてこいと、どんどんやりたいと思います。まあまあこれは半分冗談ですけど、でもまあ僕は非常にいろんな相談をしながらですね、やって、まあ、もちろん不十分な面はあるかもしれませんけど、 JNTO と観光庁の担当の人との間の連携はいろいろできてるんじゃないかと思ってます。ただもっとやっていく必要は当然あります。で先ほどちょっとお答えなるかもしれないですけど、お二人ともおっしゃった、あるいは先生がおっしゃった学に期待することですね。でこれはその、まあ、今役人になってから、あるいは会社勤めになってからの海外旅行とかの話ですけど、先ほど私パスポートの話もしましたけど、やっぱりその別に観光に生きるっていうことだけじゃなくて、やっぱりこれから狭い世界の中で日本がどう生きていくかっていうことは、やっぱり学生の時に、まあ、もちろん学生ではなくて、その学生の前高校時代でもいいし、大学生を終わってからでももちろんいいんだけれども、
少なくとも学生の時にですね、例えばもうどっかの大学で1年間必ず留学してそこで見聞を広めてきますっていう、でちゃんとあの単位をあげますとかありますよね。でやっぱり、ね、その日本人その若い学生、今ややもするとそのハーバードだでもどんどん中国とかね減ってあの比べて減ってきてると留学生も、まあハーバードとかそのプリンストンだけがいいってわけじゃないんだけど、いずれにせよとにかく行ってよそから日本を見るっていうことはね、これは観光だけじゃなくて全ての面で必要だし、ぜひそれは今世の中のこれだけ大学があるし、いろいろ大学生いっぱいいるわけだから、その人たちに本当は一番は1年なら1年行って単位取ってこいとか、今日は単位共感できるようにしてですね、そういうようなことをしないと日本ってのはもっともっとそのクローズされた国になってるんじゃないだろう、このまま行きますとね。だからぜひそれはその観光という側面からだけではなくて、もっと開かれたって外国に開かれた、外国からも学生が来るし、それからこちらからも行く、それで交流がされる、そういったことをぜひともその、期待したいなと思います、学に。それからもう一つ、あの先ほど原田さんのご質問があったそのデジタルマーケティングに人が足んないって話です。これおっしゃるとおり足りないですもん。ただこれは別にもう限られた人材をその各産業は取り合いになるわけですから、そこの中でやっぱり優秀で人来てもらうためにその観光が楽しい面白い、いや自分の能力を使えるっていうふうに我々がしていかないことには自滅していくんだと思うんですね。これきれい事です。でただしでも現実にじゃあその何百人、ただ東大でもなんかデジタルマーケティング何人、デジタルに詳しい人何人か分かりませんけど、それは全部来てくれるわけないんで、その取り合いの中で、競争して取り合いの中でどう生き残っていくかっていうことをやっぱそれぞれ必死で考えていくしかないんだろうと。あの観光だけで、まあそうですね、メインの産業は観光で生きてきてずっと生きてきてシンガポールさんっていうのは、まあ、これ当然そういう1日も2日も超だと思うんですけどね。日本はそれに追いつこうっていうのはなかなか難しいのかもしれませんけど、ただそこはその人が足んないからできないってことじゃなくて精神論ですけどなるかもしれませんけど、その中でやっていくしかないんだと、のはあのそういう定めの中でやっていくんだろうと私は思うんですけど。ありがとうございます。あの でしたらぜひジェーン・ティオさんの皆さんのデジタルマーケティング給料倍にしたらどうですか要するにこれすごい大事 あの国策なんですよ。国 アピールしなきゃいけないので、それこそ日本国の中でデジタルマーケティングを一番精通してる人に来ていただきたいわけですよね。それぜひご検討。今の話はあの先度以上お答えづらい話なので、私の方であの独立行政法人という行政法人とこついてて、あの仕組みがあの硬いんです。それでただそうは言いながら行政法人運営費交付金という中で、あの内部管理的な経費っていうのは柔軟に生きうるような、一応仕組みには建前上なっています。ただそこで本当に今みたいな話をね、例えば倍ぐらいというようなことを例えばやるっていうようなことについていくのちょっと仕組みの問題があるので、これはあのジェンティオさんというよりはむしろ観光庁自身 あの仕事で、これを政府部内でどこまでできるかということをやっていかなくちゃいけないなと思う。とにかくデジタルマーケティングの人材も取り合いなので、あの何だろう、公益に貢献するみたいな、そんなことでは来てくれないので、あのやっぱりきちっとした人材が確保するためにはきちっとした処遇っていうのがあの通常どの世界でも当たり前なんですけど、どこまでできるかっていうのはむしろ役所の方でちょっと考えていかなくちゃいけないというふうに考えてます。チャレンジをしたいと。あのちょっと言い方あれなんですけど、国民の大事な税金をお預かりしてるわけですから、それを使ってプロモーションをしていただいて、それ外の給料負けて中途半端な人材を集めて、それをうまくいきませんでしたっていうのはやっぱり国民としてはちょっといかがかなとやっぱり思います。それは実際ね、あの私トリップアドバイザー辞めた時になんか GNTO で就職しようかなと思ってたら、いやうち給料安いよって言われたのはすごい記憶に残ってたんであの非常に正直な対応をしたんだと思うんですね。で、まあ、ただ今現在あの厳しいそういう仕組みの中でですけど、まあとどもとど満足でいける状況じゃないんだけれども、しかしまあ国のためって少しやりたいということで来てくれてる人は今途中採用で、ただもっと そういう人に、ね、その
もっと高い給料払えるような仕組みができるのが一番だと思うし、まあ、長官もそうおっしゃってるんで、またこれ一つ模索していきたいと思う。ただやっぱりだから一番いいのは JL というのは完全民間側になっちゃうのが一番本当にいいのかもしれないね、うん、ただ相当国から予算が下りなくなってくるんで民間だけでじゃあやっていくかというと民間だけでなかなかやっていけない。そこ その制度の愛用って言いますかね、うん、それは難しい。ただいずれにせよ原田さんがその時育ったんでしょうけど、門を叩いた時に、実態問題としてはやっぱり今でもやっぱり高くはないですよね、出やすいですよね、はい、よろしくお願いします。すいません、お待たせしちゃって。グリステルさん、もしどうぞどうぞどうぞそう、学のところは、まあ、2つがあって、1つは、まあ、日本が得意な、まあ、用を見て、いろいろなものをピックアップしてから改善してもっといい商品を作るのが日本が上手だと思うんですけど、それはまあ、パラリンピックがすぐ来るので、世界中の障害者が来るので、いろいろな、法律とか、使っているものとか見て、どうやってその人がスムーズな、日本の旅行を楽しめるように勉強していただきたいなと思うんですけど、例えばハンドル型の車椅子とか、まあ、日本だと車椅子は、まあ、リンが4つあってそれのサイズになりますけど、ある友達が来て、その JR のルールに合わない車椅子で来て、でその人がすごく新幹線で、拒否されて、でいっぱい泣いちゃって、それもう日本が大嫌いって言って、うん、もう二度も行かないということがあって、でそういうことにならないように、まあ、みんなどういうものを使っているか、どういう感じで日本に来るかをちょっと学んでいただきたいなと思います。あとは、そのまたホテルとか、この間アメリカに行った時に、まあ、日本に慣れていて、いつも電話してバリアフリー部屋空いてますかとかいうの慣れてましたけど、この間アメリカに行った時に普通にオンラインでブッキングできて、車椅子の部屋でも、であとは、普通の日本だと、まあ、50部屋以上だったら一つの部屋がバリアフリーの義務つけられてますけど、海外にはいろんなグレードのホテルの部屋でも、バリアフリーバージョンもあります。それ例えばスタンダード部屋のバリアフリーバージョン、デラックスのバリアフリーバージョン、あとはエグゼキュティブとかはあります。それやっぱりなんか障害者は年金 の生活を送っているだけじゃなくて、結構いろいろな障害者と高齢者もいますので、そういうニーズに合わせて、ちょっといろいろなところを学んでいただきたいなと思うんですけど、あとは育成のところ、ソフト面とか、結構ハード面が日本は優れていると思いますけど、でもどうしてもちょっとルールにはちょっと硬いという感じですね。さっき のハンドル型のことだけじゃなくて、まあ、基本的に障害者が、一般という言葉じゃないので、その一般のルールには合わない人がすごく多くて、それでルールと違いますからできないということじゃなくて、どうすればできるようになるとかがものすごく大事だと思って、先週すごく感動して長崎に行って、軍艦島に行きました。軍艦島って絶対車椅子できないと思うんですよね。でまあ、もちろんバリアフリーじゃないんですけど、その向こうの団体が、タンカーを使って私運んで、それで後で車椅子を持ってきて、それでソフト面でハード面が足りないところをカバーできたので、それはちょっと育成として、そういう、まあ、ルールに合わない人どうやっていろいろことができるようになるかとちょっと考えて学んでいただきたいなと思います。うん、ありがとうございます。途中でね、いろいろ学に必ずしもかからない議論もあったんですけど、大まかに私が理解したところですと、やはりその観光、まずデータが重要であると、まあ、当然政策立案って関東、まあ、経験も重要だと、ただ経験だけだと、まあ、関東度胸だけで政策立案するんですかってお話になって、おそらくそうではなくて、やはりそのデータもやはり合わせて そういうふうなものっていうのは重要で、まあ、そうしたことで、まあ、最近言われてますけど、まあ、データなり証拠にを重視した政策立案みたいなものにもう少しこう取り組まれるのは重要ですよ、そのための人材必要ですよねと。ただ多分データだけではなくて、今グリスネルさんおっしゃったように、その観光についての理解っていうのもやっぱり合わせて持ってないと、なかなかその2つって組み合わせて初めて観光政策ができるんで、まあ、そういう人材っていうのは、まあ、
今後重要だというふうにおっしゃっていただいたのかなというふうに私自身は受け止めました。あとその瀬野さんおっしゃったあの 海外にもっと行くべきだっていう、あのちょっと公共政策大学院の受け売りになりますけど、あのすごく数少ない大学院として、あのコロンビアとかですね、あるいはあのリーカンユーっていうあのシンガポールとか、いくつか あの大学院、世界の多分8つぐらいの大学院とあのネットワークを結んでて、それでこうダブルディグリーが取れるようなシステムを実はやってるんです。ただちょっと悲しいのはですね、あの外国人の院は多いんですよ、あのインカミンが多いんですけど、日本人がなかなか出てかないと、また入学者もなんか日本人がいまいち一つ元気がなくてですね、ぜひちょっとこうそうした大学院にこう日本人ももっとねこう積極的に来ていただけるような仕組みをできるといいなと。これもあの会社で働いてる方でもいいし自治体の方でもいいんですけど、まあそういうふうなこうことっていうのはすごくこう我々の方はあの熱望しているところはあります。ああそういう乱暴な方法もありますね。あの留学が、ね、少なくなって、あの文部科学省も非常にで飛び立てジャパンでしたっけ、留学で、そういう仕組みあって、今若い人たちの、ちょっとあの守りって言ってみましょうか、安心なところにとどまっているって傾向が日本人多いので、若い時から海外に行っていろんなさっきもしたような体験をするというようなとこで、当然留学なんかのチャンスも、あるいは教育旅行で海外にいろいろあの行くチャンスを高校ぐらいから中学ぐらいからやるとか、そういうことをちょっとしていかないとちょっと閉じこまっちゃって、あの外国から日本こう留学時とかね、あの単位で取るのがあるんだけど、どうもそこがちょっと少ないというような意識が あるようで、あのそこの問題意識、あの我々も、そこを十分認識をして、旅行業界 JATA なんかとも一緒にあの留学教育旅行も含めてあのちょっとやっていこうと実は思っているところなんです。確かに清野理事長おっしゃるように、それ行かないと単位取れないとかなんか言うと、まあ、どうもあの休暇改革も同じなんですけど、なんかこうルールで強制しないとやらないっていう、この日本人なんかそんななってちゃダメで、自主的に必要だなと思うこと、もうちょっとね元気よくやってほしいなと実は思っています。アウトバンダーの話はちょっとあの実は私があの20分の冒頭でしっかり言わなくちゃあのいけなかったところ、清野理事長があのパスポートの話もあのしていただいて大変ありがとうございます、旅行業界担当の記者が多分怒ってると思いますけど、田畑さんが何も言わなかったって怒ってるかもしれませんけど、あのちょっと言ってんだけ、実は今年も本当に新規の就航路線がすごく多いんです。あの全日空のウィーンがスタートしますというようなことは言ってますが、 JAL のシアトルが3月とかあの発表されてました。また我がオーストラリアパースには9月に全日空が行くとかで、 あるいはチェンナイ、インドのチェンナイに全日空行く、あるいは JAL がベンガドール、これは2020まで行きますとかですね、モスクワ便あるいはウラジオストクも全日空やりますとか、すっごく日本の企業も元気なのとともに、いろいろな、諸外国の、外国キャリアもどんどん今新規就航路線をあのしていますということなんで、あのインバウンドの増えているこういうニーズとともに、アウトバンドにとってもものすごく今チャンスなので、このチャンスを生かして、あのさっき申し上げた相互交流というようなもの、特に若い人たちがどんどん、海外に行って、またそういうことで接してあのインバウンドにもつながると、こういうようなことになっていったらいいかなとこう思っているところであります。ありがとうございます。あの思ったよりもですね、活発な意見交換になってしまって、あのちょっと数分だけ伸ばさせていただいてですね、あのフロアからあのご質問一つか二つかって感じなんですけれど、もし終わりであったらですね、あの挙手を、あ、いや、まあまあ、あれ熱望されるので、はい、どうぞ、はい、ご質問、はい、どっからかマイクが来るかもしれません。あの短めにお願いできればと思いますので、あの原田さんのおかげでかなりこう盛り上がったんですけど、質問はあの東大なんで、やっぱり人材と組織に関して、特にあの DMO がですね、今もうあの数が200になってですね、日本国のこの狭い国でまあ多すぎてですね、かつ観光協会もあってですね、この税投入の効果が非常に悪いんじゃないかなと。から2つ目は、今回の出国税で
DMO は5年間赤字でいいですよと、ね、その間にまあ踏ん張りなさいというのはまあトーンだったんですね。あのこの前の DMO 推進会議の時は。それでまあ原さんのお話聞くと、特にあの日本より勝ってるタイとか香港マカオはですね、まあ、一極集中でこうドーンとインバウンド来るんですね。だから特にそういうまず推進組織が結構日本はですね、まあ、過去の観光協会から見て、まあ、かなりアンバランスかなと。だから2つ目はあの人材もですね、やっぱりあのそれにつれて、まあ、特にあの別府の APU とか秋田の国際大学とかですね、私あの九州で地方創生会議を学生でやってるんですけども、まあ、そういう人たちが一番、まあ、原田さんの若い頃 の、 あの留学生たちがですね、ほとんど事務局やってくれるんですね。だからそういうなんか抜本的に地方 の、 その地方創生やりながら地方に対するこの観光行政のですね、まあ、予算人材、それからまあ東大みたいなすごい大学じゃなくて、まあ、地方大学がそういうふうに盛り上がっていくのが大事かなと。これを長官と原田さんにぜひお尋ねしたいなと。あともう一つ受けて、それでまとめてお答えいただければと思いますけど、あ、でお願いします。あの羽田の国際空港ターミナルの土井です。まずあの一言お礼も含めて申し上げたいのは、あの本日のこの ITPU セミナーはですね、私があの今まで聞いたセミナーの中で一番面白かったです。それでかつ面白いだけでなくて、大変あの私どものですね、国際航空のサービス、それからお隣の日本空港ビルの、鈴木副社長もいらっしゃるんですが、それぞれの仕事で大変これから参考になるなという感じがいたしまして、あのまず感謝を申し上げたいと。この ITPU の T っていうのは多分トランスポートなんでしょうけど、これ ITTPU でツーリズムをぜひ入れたらいかがかなと。あの非常にいろんな今あの議論伺ってて、すごくその議論をして、いろんな政策を構築していく余地ができるんじゃないかなというふうに思いまして、ぜひ観光 をむしろ主要テーマにしていただいたらどうかなと思います。それまず第一にする、あのそのことを申し上げる。だから第二にですその、原田さんだと思いますけど、一つ印象的だったのは中国とアメリカのインバウンドのお客さんが、他の国がだいたい 10% とか人口のですねであるにもかかわらず、中国米国はまあ数パーセントというのは大変印象的でして、あの逆に言うとこの、まあ、将来、6000万人とかいう、まあ、当面の4000万人も含めてですけど、この2つの国をから、もっとあの倍ぐらいですね、そのパーセンテージで倍ぐらい増やすっていうのが非常に、大事なんじゃないのかなという感じがしました。まあ、そのために、まあ、どういう施策があるかということですが、まあ、観光庁あるいはあの JNTO さんあるいは原田さんのような方、でですねによって、やっぱり私もあの今やそのいわゆる公式的なホームページでなくて、その広い意味のデジタルマーケティングをそれぞれの国でやるというのが非常に大事なんじゃないのかな。それからあの SNS でむしろ個人のそういうブロガーみたいな方をむしろ有料で雇ってですね、あの例えば JNTO さん、そういう方に発信をしてもらうというのが非常に大事なんじゃないかなと思います。でもあのアメリカの場合は非常に距離があってバリアがあるんですが、あの今度国土交通省さんが、2020年プラス24便という非常に大胆なあの増便をお考えのようなんで、そこら辺のそのバリアっていうのが、少し下がるんじゃないかなという感じがしますので、ぜひ、まあ、中国と米国民を
ターゲットにするべきだなと思いますし、私どもの国際ターミナルでもその点を念頭に置いて考えた方がいいかなと。それから中国について言うと、日本の劣らないぐらい高齢化が進んでますんで、その人たちをターゲットにすると。それでその意味で今度、グリズデイルさんのお話に、触発されたんですけれども、やっぱりバリアフリーというのが障害者の方、を一つの念頭に置いてますが、結果としてというのか同時にというのか、おっしゃったように高齢者の方とか、幼児のを連れてる方とか、あるいは怪我をされた方とか、そういう方にとっても結果的に、非常に良いことだというのは、私も国際ターミナルで2010年にオープン以来、ユニバーサルデザインというのを非常に力入れてやってまして、昨日も委員会があったんですけれども、このユニバーサルデザインを強化していく、改善していくというのはなかなかお金がとか人手がかかる話 で、私自身もそのバランスをどうするのかなと、障害者の方と一般の方、多分費用負担の問題も出てきますので、でも今日のお話でそれが結果的に一般の人にも、必ずみんな高齢になるわけで、一般の人にも そういうコストをかけてやると結果的に、メリットを生むということも非常に分かりましたので、非常に私どものこれからの施策に、国際ターミナルもあるいは国内の日本空港ビルにとっても非常に、いいお話だったなというふうに思います。感謝を込めてコメントします。もし簡単にご回答あれば、簡単に DMO の関係はこれで地域において地域連携 DMO、 さっき申し上げた地域 の素材を、中身をこう作られていくという意味で地域人材入っていただいてって本当に重要視してて、ただ今実はたくさんあります、現にたくさんありますけど、実はそんなにうまくいってるところっていうのは、まあ、逆にはまあ多くないんです。なので今 DMO のこの検討会というものを立ち上げて熱心に今やって、3月末までちょっと方向性出そうと思ってますが、これもけんけんがくがくいろいろご指摘を受けたまっているところです。それで我々としてはここは DMO というのの目的とかそういうところも何だろうかというところ、まあ、だから地域経営的に経済政策をすると利益が出なくちゃいけないというところの部分をどう位置づけていくかというところなども含めて今取り組んでいるところです。それでここもやっぱり最後は人材とかそこが現に不足をするというところになりますから、ちょっと3月まであとしっかりと有識者を含めて議論したいと思ってまして、何らか3月末には方向をちょっと出したいと思います。一番重視しているのが今ここでございます。ちょっとお答えになっているかどうか分かりませんが、こういうこと、あと、学の関係は実は昨日もちょっと別途与党の方からもご指摘を受けてたんですが、我々も人材確保、大学との連携というのを従来から進めてきていて、ただ若干ちょっとフォローアップとかそこの何て言いましょう、中身の、進捗の管理とか、あとは中身のレベルアップをしていくというのはちょっとすみません、手を抜いてた感があります。原さんにご指摘あったように人が変わってですね、もっと言うと私と和田次長が観光の前に部いた時はしっかりやってたんですけど、ちょっとその後ですね若干停滞してる感があります。何をやってたかというと産学連携コンソーシアムというようなところでね、例えば就職のミスマッチ解消で有効なインターンシップのこういう先駆的な実践とかですね、こういうことが、あとは社会向けの教育プログラムというようなところ、複数大学で実施をするというようなところなんかも結構しっかりやり始めたんですけど、ちょっともう一度レビューをしてやれると思います。あとトップ人材の経営人材というのは観光 MBA を、ね、取り組みやっていこうということで、これ一橋だと京都大学でこうやってたっていう、そちらのトップレベルの部分とこういうアプローチしてきてますが、ちょっともう一度ちょっと昨日もお叱りを受けまして、しっかりちょっとやってることをまずレビューをしっかり次何やるかをちょっとしたいと思っています。
あ、人材ですか。手短にお願いします。まあ、次の人材が出てきてないんですね。でエクスペディア日本の社長って沖縄育ちの日本人ですし、あ、米国人ですしね。から原さん見てても、まあ、そういう人材がやっぱり OTA から全部来ちゃってですね、まあ、レガシーからなかなか出てきてないんですよね。それをぜひ お尋ねしたいなと。まあ、先ほどですね、まあ、ちょっとこう話し合ったように、まあ、結局給料問題なんですよね。日本今既存産業の給料と外資系の給料は正直比べられませんと。で結局その海外でちょっといろいろ経験して、かつ最先端のものを学ばせていただいた私たちがどうしても外資が選んでしまったっていうのは多分それ一つあると思うんですよ。それ日本企業、まあね、最近あのアトちゃん、アトキンソンさんがね、あの根本的に日本の給料変えたらどうですかっていうお話も出てるんで、私も大賛成だと思います。先ほどの、ね、20年前のラーメンと今のラーメンも同じ話なんです。だからそういった意味では非常に私は今懸念としては、日本はこれから観光を頑張っていくんですけど、人口は足りません。正直人材も人口も足りません。でそれはまあ 去年ですかね、通った法案が非常にありがたいものだというふうに思っていますので、これから海外の人材あるいは若い人材がどんどん観光産業に連れてくるというのはやっぱり魅力の産業にしていかないと誰も来ませんので、それはあの、まあ、観光庁はじめ、まあ、JNTU の皆さんがぜひどうやってこれ魅力の職場として見せるというのは、まあ、努力していただくしかないのかなというふうに思います。先ほどですね、アメリカと中国の質問を多分私に対してだと思うんですけど、これはですね正直あの重要な国です。ただ、まあ、これ立派な本当に戦略なんですね。で日本と中国、日本からすると中国とアメリカを狙っていくっていう戦略に対して、今度じゃあそこが何が課題があるかっていうのが少しお時間をかけていただいて分析するのがいいんじゃないかなと思っています。今観光庁が取られている戦略は別に間違ってはいませんと。要するに中国の方がほといても来れますと。でただやっぱりお金の落とし方があのまだちょっとね、あの足りないので、もっと彼らがお金使えますので、そこをどうやってあのさらにお金をあの落としていただけるかというのが、まあ、一つ。アメリカに関しては私もちょっと根深いと思ってます。要するにあの、まあ、あのトリップアドバイザー本社はボストンにあります。でもう毎月のようにボストンに行ってまして、感じたことはやっぱり日本の東北と一緒でパスポートの所持率が非常に低いことですね。これはあのそもそも日本の問題ではなくて、彼あの東海岸の、全体的あるいは内陸の部分に関してはアメリカ自身があのアメリカで過ごせば十分だというアメリカ人が非常に多いんですね。でなので、まあ、メインターゲットはおそらく西海岸の方から始めるのがいいのかなというところで、まあ、非常に残念ながら、ソウル、東京、上海、北京、これ地理関係さえわからない海あのアメリカ人の人は非常に多いんです。あのですので、まあ、そこはもうちょっと根深いので、少しインサイドとビヘビア分析しながらあの戦略として立てたらいいのかなというふうに思っております。ありがとうございます。よろしいですか。はい、はいはい、ありがとうございます。あの聴衆の方々もパネリストの方々も私もそうなんですけど、あの言いたいことが全部言い切れてるかどうかもうみんな不満で終わっちゃうのは本当に申し訳ないんですけど、ただあのこうした会をですね、またあの引き続きあの設けられればと思いますし、またそうした中でこう学の位置づけもあのこうしたその観光の取り組みの中であのきちっと発揮できればなという思いでおります。あの本日あのお忙しい中本当にありがとうございます。あのパネリストの方々にあの再度拍手の方をお願いいたします。パネリストの皆様、大橋先生どうもありがとうございました。では最後に、本学、公共あすみません、あの壇上からお下がりください。お席にお戻りください。あそっか、
では最後に本学公共政策大学院の宿利正文客員教授より閉会のご挨拶がございます。宿利先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました宿利でございます。本日の ITPU セミナー観光の再構築新観光を目指しての閉会に際しまして一言ご挨拶申し上げます。まず本日のセミナーに講演者パネリストとしてご参加いただきました皆様に心から感謝申し上げます。大変示唆に富む強いメッセージを有するご講演をいただきましたし、活発で刺激の強いパネルディスカッションを行っていただきましたこと、私も興味深く伺っておりました。また会場の皆様も多数ご出席いただきましたけれども、貴重なご意見も頂戴いたしまして誠にありがとうございました。3時間30分という限られた時間でありましたが、観光の再構築新観光を目指してという、主催者側が言うのも変な話ですが、時宜を得たテーマに関しまして大変密度の濃いご講演やご議論をいただいたものと私は正直実感しております。冒頭の高原委員長の開会の挨拶の中で私どもの国際交通政策ユニットの紹介がありましたけれども、私どものユニットの教育研究活動につきましては現在成田国際空港株式会社、日本空港ビルディング株式会社、空港施設株式会社、中部国際空港株式会社などの手厚いご支援の下で展開しております。そして今年の4月からもう間もなくでありますけれども、新たに観光政策に関する講座を開設するなど、私どものユニットのこれまでの柱でありました交通政策に加えまして、もう一つの柱として観光政策に関する教育研究機能の新設拡充に取り組んでまいります。本セミナーはそのお披露目も兼ねて開催したものであります。この当ユニットの活動の充実のために新たに2019年度から東京国際空港ターミナル株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社および公益財団法人日本交通文化協会から熱いご支援をいただくとともに、成田国際空港株式会社および日本空港ビルディング株式会社からはご支援の拡充をしていただくことになりました。関係の皆様方に改めてこの場を借りして厚く御礼申し上げます。せっかくの機会ですから、この場でこの4月から観光政策の講座を担当する教員を紹介させていただきます。まず先ほどパネルディスカッションでモデレーターを務めていただきました大橋博先生です。はいはい。次に佐藤義信先生です。最後に渋竹博先生です。今ご紹介いたしました3名の先生方によりまして、夏学期、これは4月から7月までの学期ですけれども、夏学期に観光政策概論、冬学期が9月から12月までの学期ですが、この冬学期に観光地域政策という2つの講義を担当、この2つの講義を担当することになっております。本日のパネルディスカッションにおきましては、観光の将来を見据えた学の対応や学への期待についてもご議論いただき、特に原田さんはじめ皆様から熱い期待や重要なご指摘や、またかなりチャレンジングで興味深い要請などもありました。私どもといたしましては、本日のご議論やまたご参加いただきました皆様からの
ご指摘なども踏まえまして、これをしっかり肝に銘じてこれからの活動に生かしていきたいと、このように考えております。本日ご出席の皆様方におかれましては、当ユニットの活動に対しまして、今後とも引き続きご指導、ご支援、ご協力をお願いいたしますよう心からお願い申し上げます。以上をもちまして、本日のセミナーの結びのご挨拶とさせていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。宿利先生ありがとうございました。それでは以上をもちまして、本日の ITPU セミナーを閉会させていただきます。皆様側におかれましては、お忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございました。アンケートご記入いただいた方は外で回収しておりますので、ご提出をお願いしたいと思います。あと事務的なご連絡になりますけれども、黒の名刺入れを落とされた方がいらっしゃいます。お心当たりのいらっしゃる方は私の方までいらっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。